円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴、宴がスタート。番組特製の酒瓶ルーレットでトークの順番を決定する。丸山は、自宅で我が子が、とある理由から裸で寝かされていたことを例に挙げ、自分の子供のことで親と喧嘩になることはありますか、と問いかける。すると子孫の長谷川は妻の母に対して秘めたる思いをぶっちゃけるが、 長谷川のわがままにスタジオはブーイング。津田も妻の実家で辛い経験をしたことがあるそう。悔しさも味わったという義実家でのエピソードとは、最後の幼少期のワイルドすぎるエピソードにも大行点となる。さらに、夏菜は朝ドラで共演し気心の知れた風間と楽屋で乾杯してから現れる。 そんな夏菜は、ある動画を見ることが好きだそうで、そんなものが好きな自分は性格が悪いのではないかと思ってしまうそう。目の前にカナがいることで、テレビであることを忘れそうで怖い、とこぼしながら参加した風間も、自身を、性格が悪い、と思ってしまったエピソードを告白する。その、テレビ向けの答えに夏菜は満足いかないようで。夏菜によって風間の、真の姿、が明かされる。 その他にもユうスケの無意味だがやらないと気持ちが悪いルーティンの話題や、風間の仕事のスイッチはある、などの話題も飛び出す。